バーバラ・ローレンスとエディ・アルバート・オクラホマは1955年のアメリカ合衆国のミュージカル映画。監督はフレッド・ジンネマン。1943年の同名のミュージカルを原作としている。トッド・ AO システムによる 70mm フィルムのワイドスクリーンで史上初めて撮影された映画である。ヒロインのシャーリー・ジョーンズは 原作の作者であるリチャード・ロジャースとオスカー・ハマースタイン2世の指名によりキャスティングされ、本作以降彼女は二人の合作したミュージカルの映画版に多く出演することとなった。2006年に制作50周年版 DVD がロジャースハマースタイン・カルセル・ボックスに収録され、その後2009年に単独で発売された。当番では、 35mm のシネマスコープ版の本編と共に 70mm 版が特典映像として収録されており、両者は冒頭のタイトル部分が異なる。ストーリーはもともとリン、リックスが書いたブロードウェイ劇、ライラックが盛んに咲く、グリーングローザ・ライラックスに基づいていて、オクラホマが州として承認される1906年に、クレアモア駅近くの田舎で起こった出来事を描いている。 ありがとうございます。